こんにちは、おさすらい坊主でございます。今回なんですけども、チリってもうさ、日本の反対じゃないですか、地球側のね。なんで今回はこう日本の食料とかがどういう風にねあるのかっていうのを見ていきたいと思います。実際のチャイナマーケットとかコリアンマーケットとかあるんですよ。まあジャパニーズショップはないんですけどね、それをね今回は見ていきたいと思います。ということでバモス。まずチャイニーズマーケットから見ていきましょう。この中国屋がまず一つ目ですね。入っていきましょう。雲南緑茶、お茶はあるね。日本の飲み物はない。ほら、アイムコサスでハポネス。ハポネス。Sí。¿Pero qué cosa quieres más bueno? Y como soya sauce。¿Soya de arroz? Sí。No, no, no hay ni qué. No hay。これはウーロン茶、150円ぐらいかな。安いよね。お茶あります。素晴らしい麦茶がティーバッグで売ってる。これは助かるな。52袋助かる。そうです、そうです。焼き寿司のり、寿司のりね。これ結構高いな。1500円ぐらいするかな。これありますよ。ふりかけ。ふりかけがありますね。素晴らしい。お、カレーもある。でかい、そして。カレーもある。だいたい500円ぐらい。だいたい500円ぐらい。カレーの種類がめっちゃ多いな。素晴らしい。これに至っては350円。カプセルだしもあるし。お、茶漬けもあるじゃん。茶漬けはでかい。それしかも安い、40円とかだ。安いね、七味。七味と一味。あ、だけ安いね、これ。麻婆豆腐もありますね、麻婆豆腐。でかい。黄金のタレ。黄金の味っていうのがあります。うわ、これはやばい。味噌ラーメンがありました。味噌ラーメン札幌一番、1つ100円だから安いよな。考えたらポッキーもありますね。ポッキー品揃えいいね。ポッキーパン粉、パン粉がある。300円ぐらいかな。日本のお米はないかな、わかんないですけど。100円、日本製品がありますね。ここら辺に、ここら辺全部日本製品がたくさんあります。あ、美味しいけどないです。今回でかかったのは茶漬けとラーメンですね。ラーメンの種類もこんなにたくさんあります。なんでね、これが良かった。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今からですね、コリアンマーケットがあるらしいので、あの聞くところによってね、ジャパニーズマーケットもあるらしい。とりあえずコリアンマーケット行ってみましょう。はい、二つ目がこれです。アリマーケット。これコリアンマーケットですね。入ってみましょう。ニャンゴちゃん。アイスクッカーがありますね。素晴らしい。一番安いので、ね、6000ぐらいかな。6000円もするわ。高いね。カルピスウォーターです。これは安い。150円ぐらいになった。150円ぐらい。うどん。うどん。たくあん。つぶあん。そんなの人気なんだ。粒あん。あんこだね。漬物だよね。漬物。味噌がある。味噌汁作れる、これで。え、これ700円とかだよ。全然いいじゃん。これはでかい。白味噌見つけましたよ。お味噌汁作れるじゃないですか。ここにもお茶ありますね。お茶は普通に入るわ。容器600円ぐらい。本しゃぶ見たことないですよ。イバラの焼き肉のタレか。いま す, おすごいし。茶漬けがある。また茶漬けあるよ。これ6個で500円か。大体500円だからね。あ、水汁1円いってるわ。いやー、これ嬉しいわ。これ500円、まあ600円ちょっとね、1個もあります。バッ、ざるそばあるけど、
1000円ですかね。10束あって1000円、これとかもだいたい1000円弱。スナック見たことないフルーツゼリー見ますけど、これはもう日本ですね。完全に海苔巻きやので嬉しいですね。またありました。900だからさっきのが安いかな。800だったかな。焼きそばもあります。焼きそばもあります。で今コリアンマーケット見てみました。次ですね、日本の店があるということでちょっと行ってみましょう。ちょっと探したんですけども、どうやらないそうです。とりあえずね、こういう感じでチリでも一応日本の食材がね、取れるということで撮影させていただきましたということで、まあ、結構ね安心できる生活が送れるんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。ということで次回はですね、今度チリのマーケットに潜入していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではノスベゴス、チャオチャオ。